こんにちは、こんばんは、レイです。今日ね、2月24日月曜日、2月24日月曜日、祝日22時50分となってます。もうすぐね、夜も更けてきましたね。世間はね、土日月と、3連休、なりました。皆さんお休みの方、いかがお過ごしされたでしょうか。自分の方は、先日婚活パーティーでカップリングになった女性とランチをしてきました。でこの女性ね、ちょっと前回でも変な風に言いましたけれども、まあ、アンドラス宮城に似てるとかね、まあ、すっぴんにしてね、可愛らしくするとアンドラス宮城を可愛らしくする感じで、まあ、レディースっぽいとか、なんとか言ってましたけれども、全然そういう系ではありません。まあ、親族にね、教師が教諭やってる方がいたりとか、どちらかというと学歴詳しく聞いてないですけど、まあ、理系の姉妹、3姉妹っていうことで、数字とかそういう数学が好きみたいで、小学生の子供になんか家庭教師で教えたこともあるというふうには言ってましたんで、でなんか気になるね、彼女の背景、詳しくはちょっと言えないんですけども、子供がいるのかいないのかとかね、まあ、年齢的にね、何人いてもおかしくない年齢ですけどね、40代、後半の方に入ってきますんで、もうね、1人、2人、3人といてもおかしくないんですけども、1人子供いるそうです。で自分の方はね、過去の動画でも、子供がいて、いてもね、バツイチで子供がいて、親権がね、女性の方にあって生活費、扶養義務がある場合は NG なんですね。というのはなぜかと、申し訳ないけど NG なんです。 なぜかというと、それだけの所得が自分なくて、その子供の、生活費、学費とか、そういうのをね、支えていけないんでね、工面できませんので、だから NG なんですね。だけどこの女性には親権が相手に行っちゃってますんで、だから一人暮らしで、もう事実上子供はいるけど一人暮らしでいない状態だから、例えば結婚してもその扶養義務はないんでね、扶養義務はないんで、だから一応 OK に、しました。でなかなかね、その初婚の未婚の方っていうのはなかなか今ね、自分も会ってみると一癖二癖、どちらかというとあるかなというところで、まあ罰の方だから素晴らしいってわけじゃないんですよ。でまあ、過去の、ね、動画見ていただくと分かるように、犬女さんとか詐欺女さんもあれバツイチですから、バツイチなのにひどいことがありましたんでね、だから一概に言えないんですけども、やっぱりね、その方たちも結果的には変な方がいましたけど、特段変なその癖の強いっていうのはやっぱり初婚の方に比べて少ないっていうね、なんかどっかしらこう丸くて、なんていうのかな、器が大きい部分がありますんで、だから 別に自分は罰が何個ついてようが、まあ、あんまり多いのちょっと困っちゃいますけど、1だろう、1だろうが2だろうが、別に気にしないです。その真剣の部分だけがね、ちょっとあるかなっていうところで、それがなければ全然ねいいんですよ。で今回ね、いろんなまた話もして、で喜怒哀楽がはっきりしている女性で、本当に楽しい時は笑うし、もうなんていうのかな、真剣に話す時は話すしっていうところで、なんかやっと普通の女性っぽい感じかなという、まあ、前回のね女性があまりにも喜怒哀楽が少なかったものですから、いつもフラットな感じで、まあ淡々としてる女性でしたんで、まあ俺といた時が面白くねえからそうだったのかもしれないね、分かんないけど、いつも表情が硬かったんですよ、どっかしらね。そういうのとは違って、本当によく喋る方で、明るくて、食事をねランチしたんですけど、昼からもう夕方近くまでで4時間、なんと4時間その場に一緒に喋ってました。もう女子会かよってぐらいのね。で自分もね、話はね聞く方も好きなんで、喋るのもあれですけど、もう喋ってるのこういうので、ね、もう動画で喋ってるの疲れちゃってあれですから、で逆に喋ってくれるの楽なんで、でなんか彼女の方も喋ってくれる男の人が好きだって、だいたい会うと喋らないとは言ってたんで、みんななんか喋んなくなるとか言ってて、でなんか非常に話しやすくて、話面白いですねみたいになって、まあそりゃそうだよね、こういうことやってるからねいろんなことやってますんで、ただ それは言わないよ、違う動画配信をやってるという話はしときましたんで、
でね、まあ、今後どうするのというところで、皆さんの気になる点、一応土曜日、次の土曜日、会うことになりましたけど、彼女の方が、まあ、午前中とか用事があるんで、まあ、午後、夜からね、もうあんまり無理してもしょうがないんで、自分も美容室行きたいから、カットとヘッドスパとカラーね、カラーをやっていきたいんで、美容室行ってから、まあ、会おうかなっていうんで、夜しました。夜、またね、夕飯して喋りながら、もうダメってね、本当はボーリングとかカラオケやるって言ったんだけど、いや、もう、そういうのをやるときはやるけど、次のときはまたお話がしたいということだったんで、まあ話そうかなと。で、ちょっと引っかかる部分っていうのは、婚活パーティー慣れが激しいんですよ。っていうのも、婚活業者 の人間と、結構通通で呼ばれたりっていうね、今フリーなんだから来なさいよみたいな、半分友達状態になっているというのが非常に気になるんですね。だけど、まあ実際フリーだから、それはいいとして、で、じゃあ彼氏いついたのって言ったら、まあ1月で別れたらしいですね。やっぱり婚活で知り合ったみたいで、年下のなんか男ばっかり付き合ってたと。そこもネックなんですよ。年下とばっかり付き合っているから、自分はそういう可能性があるというふうに、もう脳内で、そういう免疫ができちゃってるわけですよ。だから、例えばその年下男性に比べて俺は年上になるんで、疲れ具合が違うんですよね。だからなんでこの人いつも疲れてんだろうってみたいな形になるわけですよ。そこがだからそう思われる日が多分来るのかなっていうところで、で向こうも なんでじゃあ何年下希望なのにね、俺なんか2個も上なのに年上選んだのって話をしたら、なんかとね、年そんなに年上っぽく感じないっていうね、申し訳ないけどみたいなね、で他の逆に年下の、ね、40代前半の方の方が老けて見えたということを言ってたんで、まあ自分はほら友達がみんな若い人ばっかりなんで、だからまあ感覚的なものが若いのかなというところではあって、まあ顔はほらもうそれなりに見えちゃうよね。だってもう40代後半だから、世間一般のにはなるのかなっていうところで、まあ、思うんだけども、まあ、彼女の中ではそういういい評価っていうのが、あったようで、また話したいなというふうに思ったということで、第一印象いいねを、まあ、自分ともう一人一番人気 の背の高くてやっぱり若めに見える、41歳の方には丸したらしいですね。まあそりゃそうだよね。だって自分も他の人に丸つけてるからね。で、まあだからお互いに折り合いをつけるっていう点で、まあね、年近いしこの人喋りやすいしいいかなっていうので向こうは丸をつけたらしいですね。自分の方は自分にやっぱり興味を持ってくれた方にね、行きたいっていうところがあったんで、それで、まあ、最終ジャッジのところか、ね、俺書こうかみたいな話をしてて、ただなんか向こうもね、あ、じゃあ私も書きますみたいな話になって、まあ、カップリングというところでですね、なりまして、でまあそこは本当そうだよね。だからあとはその会わない時に、今まあ、ある程度時間にゆとりが向こうはありますから、パーティーにね、多分いくらでも行けると思うんですよ。500円とか無料とかっていうのが多いんでね、向こうの北の地域の方は。だからそれでなんかまた点々とやられるようであれば、もう早めに見切るというね。こっちは天秤早々かけてないんでね、まだかけてませんから。で今申し込み一件してますけれども、それが OK になって、また会ったと会って、そっちで進むなら俺もそっちで決めますし、天秤したいんだけど今時間がないんだよね。その土日で、もう日曜日ね、本当ね、体がね疲れちゃってね、もう日曜日お休みタイムみたいな感じになっちゃってるんで、で今日もね、だから飯食った後に、昼食った後になんかこれからどうするとか言われたんだけど、ちょっと断っちゃいましたね。本当に目もね疲れてきて、まぶたがピクピクまた言い出してきたんで、これはまずいなと思って。意外とね、話その人と対面で対マン勝負で4時間はね辛い、本当に辛い。なんだろう、男と喋っても辛い。もう本当にね限界が来るんで、4時間ぐらいで帰りたくなりますんで、で一応今日はもうこれまでで、次じゃあ会おうよって話で次になったわけですね。で次はでもちょっと予定が入っててっていうところで、夜からよっていうところになったんで、まあ夜会ってこようかなというところで、あとボードはね、ボード行く日をちょっと作んなきゃいけないので、チケット2枚あるんですよ。違うスキー場の、ね、だからそういうのも行かないとなんないから、ちょっ
とあの毎週会うのはねあれだなと思って、だからちょっとボード行く日もあるんだみたいなことは、ね、軽く言ってきましたん で多分その間でそこで婚活パーティー彼女は行く、多分行くんじゃねえかなとは思うんだけど、行ってなんかやってたらそれが分かった時点でもう終了ですね、悪いですけど あんまりこっちに集中できてないっていうことは興味が薄いということになりますんで、で LINE の反応を必要な時はやっぱりするけどっていう、あんまり頻繁にそのスタンプ毎日とかっていうのはやらないって言ってたんで、あそっち系かと、でなんか男っぽい脳みそなんだっていうことは話してたんで、男脳みたいなね、だから前回とそこね似たようなタイプだけど、まあそれに対して喜怒哀楽がプラスされただけのね、人なのかなという、まああと結婚歴があるよっていうところで、ただいろんな話をしてくれて、自分が嫌なものは嫌と、いいものはいいっていうはっきりとしてますんで、ちゃんとそして言葉で伝えてくれるっていうね、まあよく喋る人だからね、だからその辺はね安心かなと、嘘っていうか、まあ嘘もつこうと思えばつけるんだろうけど、結構ズバズバ明らかに言っちゃうんで、嘘自分でつけないとは言ってたんでね、まあだからそこを信用するとして、あとはやっぱり婚活でなんか出会って男の人の話も自らしてくれたん で、でやっぱ変わった方がね多かったみたいで、それでお断りをしているということで、結構なだから率でカップルになっていて、そういったそのね交際前のやり取りっていうのをやってると、だからそれなりにだから本当に見栄えはね意外と綺麗な方なんで、さすがにユウさんまでのレベルはいかないけど、だから全然前回の方よりは顔だけで言っちゃうと全然いい人なんで、前回の人の方が全然あれですけど、まだ分かんないね、いろんな話をしてみないと分からないんで、もう顔だけじゃないですから ね実際の子供の話とか、ね、どうなってんのかっていうのも確かめなければならない部分も出てくるだろうし、本交際になるならね、だけどまだ今分からないね、自分も他で申し込んでるのもあるしで、それは申し込むけど、ちゃんと白黒すぐはっきり決めますよ。どっちかにしか自分はちょっとできないんでね、そんなに器用ではないし、絶対ボロが出るんで分かってるんで、そしてそこまで避ける時間とお金の余裕がないというところがありますんで、やっぱり時間もったいないですね。だからもう一点集中でダメだったらダメで、早めにもうね、そして次すぐ行くってね、だから次すぐ行くんですよ。こいつ悲しんでねえじゃん、軽い気持ちなんじゃないのって思ってる方いると思うんですけど、それ大間違いなんでね、そんなのね悲しんでる場合じゃないんですよ。もうこの年になったら、ね、分かるからね、その年になった時にもし一人だったら、そして婚活しているというふうになれば、本当にね焦るからね、焦るっていうか、もう1年1年また商品価値が下がっていく中で、何のんきなこと言ってんの、悲しんでる場合じゃないよっていうね、ところがありますんで、そんなねやわな気持ちだと婚活なんてねもうね本当無理、続かない、でちょっと嫌なことがあったら本当落ち込んじゃうようなね、もう性格だとね厳しいと思います。もう打たれ強くなった方がいいと思います、婚活されてる方、これからする方ね、もう早く決まっちゃえば、本当に決まっちゃった方がいいんで、早めの早期決戦で長引かせない、長引くとこうなるというこういうことになるからね。そして無駄に何か全員と会うっていうね、その何人かと絡んで結局ダメじゃんっていうパターンが多くなってくるんで、なかなかそのだからある程度の下げて100点満点中5、60点、6、ね、40点、下手したら40点までボーダーライン下げても、そこへ引っかからない人が多いんですよ。言い方悪いけどで、こっちがあとは手を差し伸べても向こうの基準点が高くて、こっちが落とされるんですね。だこのバランスが今合わないんで、お互いそういうふうにこう譲歩し合う折り合いをつけられる方といかに巡り合えるかという、あとは納得させる、ここまでなんだよと、僕の点数はここだけど一緒にいたら必ず面白いこともあるし、幸せになれるかもしれないから一緒に進まないかっていうところで思わせるという、難しいよね本当。だから受け取り方になってきますんで、まあまあそんな形でね一生懸命やっておりまして、また次回もちょっと会うことにはなってます。またいろいろ展開変わってくると思いますんで、逐一報告していきたいと思います。詳細はちょっと避けさせていただきますんで、一つよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。
じゃあね。